東京ドームで34年ぶりのボクシング興行となる四大世界戦の公式会見が4日、横浜市内のホテルで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥、31、大橋、と挑戦者で WBC 同級1位ルイス、ネリ、29、メキシコ、が登壇した。約2ヶ月ぶりに対面した両者は共に KO を予告するなど早くも火花を散らした。日本最大規模となる世紀の一戦のゴングがいよいよ鳴る。国内外から100人を超える報道陣が駆けつけた。独特な熱気と緊張感に包まれた会場内、注目を一身に集めた井上翔はとてつもない試合ができると確信している。東京ドームでのメインイベント、エキサイティングな試合をして KO で勝つ姿を見せたい。約2ヶ月ぶりに対面した悪道練りの前で力強く言い切った。対する練りは上下黒の服装にサングラス姿で登壇した。くちゃくちゃとガムを噛みながらメキシカンとしての勇姿を見せる。死を覚悟しているが KO で必ず勝つと言い返してきた。撮影後にサングラスを外して井上翔に握手を求める友好ムードも見せたのも一瞬だけだった。終始ふてぶてしく振る舞っていた。会見中、両者の距離はわずか3メートル。早くも火花が散った。先にパンチを繰り出したのは井上翔だ。すごく良い状態と聞いている。事前に体重が仕上がっていると聞き安心した。過去に体重超過を犯しているネリを皮肉った。すかさずネリは体重もリミット 55.3 キロまでわずかだと強調。顎ひげを蓄えていたが頬がこけているのは明らか。練習も完璧にやってきたと涼しい顔で言ってのけた。井上翔を共同プロモートする帝拳ジムの本田会長によると、入場料収入は90年のタイソン戦を超える日本史上最高額になるといい、間違いなく日本最大のイベントと明かした。井上翔が手にするファイトマネーは22年のゴロフキン戦で村田亮太が得た約6億円推定を超え、日本人最高額になることも示唆した。すでに 98% が売れたチケットの残りは900枚弱。世紀の一戦は4万人超を集めることになった。井上翔は、こんなに素晴らしい環境とタイミングが揃った試合はまずない。この4つのベルトを防衛するという最大のモチベーションを生かして必ず勝ちに行く。わずか2戦で集めた4本のベルトを前に決意を語った。東京ドーム興行のメインイベンターとして歴史に名を残す準備は整っている。フェザー級転向試合も年内は S バンタム級。会見には米興行大手トップランク社のプロモーターボブ・アラム氏も出席。将来的なフェザー級転向を視野に入れる井上翔に言及し、どういう未来が待ち受けているかはこの試合の結果を見たい。ただ大橋会長と話していたのは年内はスーパーバンタム級にいようという話と明かした。転級後は IBF フェザー級王者ロペスと対戦させる構想を明かしながら、今はまだ何も決まっていないと話した。タクマ、過去一番の仕上がり、4年半ぶりの兄弟同時世界戦に臨む井上拓も戦闘態勢を整えた。 KO で飾った2月の初防衛戦から2ヶ月強、プロ21戦目で最も短い試合間隔となるが、すごくいい感じ、過去一番の仕上がりですと手応えを口にした。前回のように感動を与えられるような試合内容にしたい、そして今後の統一戦に向けて必ず勝ちたいと投資。バンタム級で兄尚弥に続く4団体王座統一を見据え、石田との V2 戦で存在感を見せつける。武井バンタム級独占狙う。元 K 一王者の武井はバンタム級4団体王座の日本勢独占をかけて WBO 王者モロニーに挑む。東京ドームで迎える初の世界戦に、大きい舞台ですし、自分が一番目立つくらいの試合を見せたい、バチッと倒して勝ちたいと堂々と宣言した。日本人初の K 一&ボクシング世界王者へ向けて、いつも通り研ぎ澄ませてきた。あと2日、気を抜かず楽しみながら迎えたいと平常心を強調した。東京ドームアラカルト、プロボクシング興行、元世界ヘビー級王者マイク・タイソンがジェームズ・バスター・ダグラスに番狂わせで敗れた90年2月以来34年ぶり3度目。観客数、国内ボクシング最多は90年のタイソン・ダグラス戦で5万1600人、今回は4万人超を見込んでいる。白井義雄が世界王座を獲得した1952年5月のダド・マリノ・帝国戦、後楽園球場は4万人などと言われている。チケット最高はリングサイド最前列の22万円で、最安値は2回指定席の1万1000円。大橋会長によると、チケットは残り900枚弱で売れ残りが出れば当日券を発売するが、売り切れる見込み。視聴方法、午後5時配信開始予定のプライムビデオ有料放送で第1試合を除く全4試合を独占制配信。地上波はなし。日本時間の4日、
横浜市内のホテルで行われた公式会見で、東京ドームで34年ぶりのボクシング興行が発表された。井上尚弥と挑戦者のルイス・ネリが登壇し、世界スーパーバンタム級4団体統一王座をかけた試合を宣言した。両者は対面して約2ヶ月ぶりで、火花を散らせるほどの緊張感が漂った。井上翔は東京ドームでのメインイベントに臨む意気込みを語り、ネリもメキシカンとしての誇りをかけて KO 勝利を誓った。報道陣も100人以上が詰めかけ、独特な熱気に包まれた。会見では両者の距離はわずか3メートル。井上翔は事前のトレーニングを絶賛し、ネリの体重超過を皮肉った一方、ネリは体重リミットまでの仕上がりを強調し、練習の完璧さをアピールした。井上翔のプロモートをする帝拳ジムの本田会長は、今回の試合が日本史上最高の入場料収入になると予測し、井上翔のファイトマネーが日本人最高額になることも示唆した。チケットはほぼ完売し、残りわずかの900枚ほどが残っている。井上翔はこの試合で4つのベルトを防衛し、自身の名を残す準備が整っていると語った。また兄の井上拓も兄弟同時世界戦に臨み、存在感を示す意気込みを口にした。さらに元 K1 王者の武井も初の世界戦に向けて気合を入れており、バンタム級4団体王座の日本勢独占を目指す。東京ドームでの興行は90年のタイソン戦以来34年ぶりのものであり、国内最多の5万1600人を動員した90年の興行に匹敵する規模が期待されている。チケットは高値で完売が見込まれ、プライムビデオで全試合の独占制配信が行われる予定だ。